足を組んだり横座りをしたり、悪い姿勢を取るだけで体は歪んでしまいます。日常生活の中でできた歪みは放っておくと様々な病気の誘因になることも。毎日の歪みを解消し、骨盤を締めることで代謝が良くなり、食欲もコントロールできるのです。そして痩せやすい体質に変わります。さあ、簡単に、そして健康的に美しい体を手に入れましょう。これからご紹介する体操で、あなたのウエストにも O脚にもきっと変化が。さあ、効果的に骨盤をコントロールしましょう。まず一つ目は、簡単に言いますとこういうことです。体を上下に伸ばすことによって前後左右に細くなります。1分骨盤ダイエットの原理ですが、足首をこのままで大腿部を内側にぐーっとねじってみてください。大腿をぐーっと、膝から上をぐーっと内側にぐーっとで伸ばします。ぐーっと、これで内側にこう入ってきます。骨盤がですね、こういうふうに締まってきます。で、さらに骨盤の上に手をこうかけていただいて、ちょっとこう絞るだけでも骨盤はぐっと内側に入ってきます。しゃがんでみてください。しゃがんで内側にぐーっとで膝を伸ばします。ぐーっと内側に、これでまたさらにぐっと骨盤が締まってきます。これは手で感じていただくことができます。これが1分骨盤ダイエットの原理になります。